こんにちは、ひかりです。今回はやっと紹介できますよ。こちら。えっとね、食顔のウェハースにカードが入ってる系のやつです。はい。超重ギガガオロードチョコです。はい。これなんで今回ね、こんなボックス買いして紹介するかっていうと、まず、このロードが俺を強くするところね。まずこれがね、あの、新シリーズとして登場したっていうのもあるんですよ。プラス、 ま、最初に第1弾を出す前に、第0弾として、お試し価格みたいな感じで、20円なんですよね、この。一つ20円で売ってるんですよ。定価が20円。ちゃんともう、書いてあるからね。普通は120円で売る予定なんだけど、ま、第0弾だけ。第1弾とはまた別に、第0弾だけ、20円で売るってことなんで、お、安いなと思って。ま、あ1ボックス買いました。面白いなと思ったあと、これが妖怪ウォッチみたいなバズったらいいじゃん。ね。ま、バズるか分からないけどね。 ま、こういうウエハースカード系って結構出来もいいし、これチラシなんだけど、チラシももらってきたんだけど、今全国のお菓子売り場にね、結構もう見かけた人も多いと思うんだよね。こんな感じで。なんかね、カードなんだけど、なんかね、顔、スコープ、スコープカードみたいなのがあって、それでなんか覗き込むと、なんか見えてくるみたいなのとか、ちょっとギミック付きのカードなんだよね。 しかも、ガオバトルっていうのができるんだ。へぇこれが続々登場してくるんだね。アプリとも連動か。アプリは意外とめんどくさいんだよね。まあ、それともね、やってもいいんだけど。はい。なので、今回はこれを、ボックス開封したいと思います。ボックス開封とい言っても、20個だったんで、こんな感じで吊るされて売ってたんだけど、吊るされて売ってたんだけど、400円ですから、ワンボックス <laughs> まあ、こんな感じのデザインで。はい。まあ、でもね、 最初の第0弾に関しては、あの、種類が少ないんだよな、カードの確か。ほら。スコープカード一種、ホロカード一種、シルバーカード一種、ノーマルカード二種なんで、全5種類ですね。プラスチックカード。カードの裏面で、ビースターたちの謎に包まれた生態を解き明かせと。いうことだよね。本当にまだね、謎に包まれてますからね。ね、まあ、20円だったらウェハース代だけで考えても安いよね。 と思って、皆さんに紹介してみんなも買ったらいいんじゃないかと思いました。あ、ウェハース入ってます。で、ちゃんと、カードも入っております。はい、1枚目、こちらですね。ノーマルカードだ、これは。あ、ガオスコープをかざせって感じ、なんか、う、なんか出てきそうな感じしますね。とりあえずカードも開けようか。あの、被りじゃないやつは。被りは取っとこう。はい、ちょっと、散らかるな、これ。 よいしょ。こんな感じで。ギャブルチャックだって。ギャブルチャック。まあ、ちゃんと、プラスチックカードですね。ちょっとこれは明らかになんかザコギャラ感がすごいけど。いじめるいじめない本当とにほんにいいだって。はい。まあ、こういうカードですよ。で、まあ、これね。ウエハースは後で食べます。よいしょ。俺ちょっと作業か。 どうだろうねこれ面白く流行っていけばいいけどね。妖怪ウォッチみたいなブームが来ると楽しいよね。あ、来たこれは、これは何カードだスコープカードかなこれは。スコープカードっぽいわ、これ。魔剣アポカリプス。レベル1だけどね、これね。キラーカード。中身見てこうか。 スコープカードだと思うんで、多分照らすと、照らすっていうかこれで覗き込めば、あ、出てきた雷イカズチみたいな弱点属性を見抜け。ほら、こうやって見えないけど、まあ見えるけどね、ちょっと。まあでもほとんど見えない。で、こうやると、見えるよっていう、ことなんじゃない 明らかに当たり外れだね、これね。当たり外れって感じだね。いいですね。てか、全5種類だから、20パック買う必要ないのか、よく考えたら。まあ、人ボックス買おうかなと思って、箱を紹介したかったから、箱ごと。結構、バンダイにしては箱のね、こう、イラストとか書いてあっていいねっていう。第1弾は4月5日発売だって。そっちはね、22種プラスアナザーカード一種だって。 あ、また被りじゃないの来た。厳重ゼロスこれキラーカードで出来が良さそうだな。うん。あ、そら、上ハースこっちか。よし。こんな感じで。表側キラですね。キラーカードですね。厳重ゼロスお、こいつの弱点をガオスコープ。 ガオスコープ。これだ。氷だね。やっぱドラゴンは氷に弱いのか、ポケモンと一緒だな。キャラのデザインなんかモンストの初期みたいな感じまあ主人公と主人公キャラ出たかなって感じはしますね。さあ、前後類かぶりなしで今のとこ来ております。あ、来たかぶりじゃないのが。また、あ、これもなんか、見たことあるな。表紙に落ちたな。 ライオネライオネス。思考をライオネス。キラーカード。いいね。前から順に取っていったら、なんか被らないね。あ、ちょっとちゃんと切れなかったな。カードの出来自体はすごくいいと思うんだよな。やっぱりね。キラの感じもすごいよね。 こんな感じはいこれもスコープで見ようスコープカードは大,大事だねこれ当たんないと始まらないとこあるよねこれ見ると炎に弱いんか炎ねこう見ると明らかにこいつハズれじゃない <laughs> よし5バック目これでコンプができるかどうか まあ、ウェハース代だけでも20円だと安いと思う。あ、コンプできたガル、ガブルフィッシュか。ウェハースだけでも美味しいから20円の価値あるよ。ほんと、デザートとかおやつにどうぞって感じで。よし。こんな感じです。ガブルフィッシュ。 ガブルフィッシュ。コンプ達成しました。ってことは、あとは開けても一緒か。そうだね。オーロカード2種なんで、コンプですね。前後しコンプしました。イェイ。なので、あとサムネも取り忘れたんで、これはもう、動画外で普通に開けますね。はい。いうことで、どうですか皆さん、この感じ。最後これ見ていくと、これも炎か。はい。まあ、これから流行るか流行らないかはわからないけど、 流行ればどんどん出てくるだろうし、流行んなきゃ終わるだろうけど、今んところ安いんで、ウエハース代とかね、あんだけでも、400円でボックス買えるんで、よかったらね、お菓子売り場で買ってみてください。今回の動画は以上です。評価ボタン、チャンネル登録お願いします。それではまた、バイバーイ。